いやちょっとなんか突然切れたんでもう一回7番と8番をまあ最初から説明し直します。うん、はい、7番y イコール sin θ の2乗マイナス4 sin θ たす1で、これはsin θ についての二次式なので、まあ、sin θ を a と置けば見慣れた二次関数の最大最小問題になりますと。で、置き換えるときに考えなければいけないのはこの範囲も置き換わると、範囲も置き換わるってことです。範囲の置き換えで、a イコール sin θ で θ の範囲が0から 2π ってことは a と θ の関係を図にすると、まあ、こんなグラフでして a の最大値は1、最小値はマイナス1と、だから、まあ、こういう形になりますよと。で、 y と a の関係は簡単にグラフができます。 y と θ の関係は難しいですけど y と a の関係はグラフにできてこんな感じになると、軸が2のところにあって a の変域がマイナス1から1ですから、a の値がマイナス1の時に最大、 a が1の時に最小、 a がマイナス1の時っていうのはつまり a がマイナス1の時っていうのは sinθ がマイナス1になる時なんで、まあ、270と、でその時はマイナス1代入して、まあ、9-3で6と。で最小値は a が1の時、 a が1の時、 a が1の時ってことは sin が1の時だから sin が1の時、 sin が1の時は90度の時です。だから θ が90度の時に、まあ、a に1代入して1-3でマイナス2、これがまあ最大最小の答えになりますと。では最後に8番やります。8番は sin2 乗 θ 足す cos θ 足す1で、範囲はさっきと同じように0から 2π。 7番との違いはまあたった一つで、これはもう sin についての二次式であるのに対して、8番は、sin と cos が混ざった式で難しいです。 sin と cos が混ざってるんで難しい。ただし混ざってるって言っても二乗で表されたものは sin の二乗だったら cos の二乗に、cos の二乗だったら sin の二乗に書き直すことができます。まあ、どうやってかっていうと、まあ、こんなすごい大事な公式、こんな公式を使って書き直します。まあ、こんな公式、三平方の定理ですね。 sin 二乗足す cos 二乗がもう1になると、まあ、これを使うと sin の二乗 θ っていうのは両辺から cosθ2 乗引いて、まあ、こういうふうに変形できると、 sin を cos に書き直す公式です。これをまず使って、1-cosθ+cosθ+1 というふうに書き直しておきます。そうするとマイナス cosθ の2乗足す cosθ+2、こういうふうになると。まあ、ここから先は7番と同じふうに解きます。なんであんましゃべらずにやります。ここを A と置くと y イコールマイナス a の2乗足す a 足す2、ただし a の変域は何かっていうと、まあ、おさらいのためにコサインのグラフ書くと a と θ の関係は θ が0の時は1、90度のコサインは0、180度のコサインはマイナス1、ね、270度の時は0、360度の時は1という、まあ、こういう C 図ですよね。 C コサイン、ね、だから A の変域は0から 2π の時は、まあ、マイナス1から1と。でこれ、まあ、平方完成しなくていいか、まあ、今回平方完成なしでこのまま計算します。Y と A の関係ですけども、これは二次関数でして、二次関数の、まあ、平方完成すると分かるんだけども、軸の場所がですね、軸っていうのはどこかっていうと、まあ、x イコール 2a 分の -b っていう公式に当てはめると、マイナス2分の1です。だから a の値が2分の1の時に頂点となるような、ここがマイナスだから上に凸の放物線です。こんなグラフです。で、あとはですね、 a の変域がマイナス1から1、軸から近いのは1、軸から遠いのはマイナス1、まあだからマイナス1と1と、この放物線のこの部分ってことになります。
この部分チーっとってことで、y の最大値は、a が2分の1の時ですね、2分の1の時に最大と、軸から一番離れたマイナス1のところで最小ですということで、最大は、a イコール2分の1の時、すなわちシータがいつの時かっていうと、a が2分の1の時、 a が2分の1の時、2箇所ありますね。 a の値が2分の1になるのはコサインが2分の1になる時なんで、まあ、60度ですね。単位円で考えるとコサインが2分の1になるのは60度と300度、シータが3分の π または3分の 5π の時の y イコール、まあ、ここに2分の1を代入するから、y イコールマイナス4分の1足す2分の1足す2ってことで4分の1、2度4分の1、4分の9と、4分の9と。で、最小値は、最小値、y の最小値は a がマイナス1の時だから、a がマイナス1の時だから、つまりコサインの、ね、値がマイナス1になるときは180度、ね、コサインがマイナス1なら180度、すなわち、シータが π の時の y イコール、まあ、a がマイナス1の時なんで、マイ1、マイ1足す2で、まあ、0と。y イコール0が最小と。まあ、確認のためにね、計算、最大最小かどうかの確認ではないですけど、まあ、とりあえず y 座標間違ってないことは、まあ、シータ、π 代にすると、まあ、0足すマイナス1足す1で、まあ、0と。60度とか代入すると、まあ、2分のルート3だから、2乗すると4分の3、60度入れると2分の1足す1だから、4分の9と。まあ、多分大丈夫でしょう。こんな感じになりますと。まあ、という感じで、まあ、最大最小っていうのは、要するにグラフの山と谷を見つけるってことなんで、まあ、簡単にグラフがイメージできるんだったら、まあ、グラフを書いて、まあ、一番高いところで一番低いところを見つけるっていうのが基本となるかなと思います。ただ、簡単にグラフが書きづらい、まあ、こう、特に横の変形とかね、もうそもそもこれ自体のグラフ、y と θ のグラフがさっと書けないときは、置き換えを使って、まあ、分解する。分解。y と θ の関係はわけわかんないけど、y と a の関係ならグラフできます。で、a と θ の関係ならグラフできます。みたいな。こういうふうに分解して、最大最小を求めることができます。今日はここまでです。